ちら、はい、見てもらったら分かるかと思います。もう見ていただいた通りです。サムライダルさん使ってみたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、めちゃくちゃ楽しみやな。ということで早速ね、ちょっと能力だけ見ていっても、早速ランク戦やっていきたいと思います。まず9位からね、3ステ82、80、81ということで、もう全て A バシッといってます。球種がね、ストレート、スライダー、カーブ、縦スライダー、シンキングスプリットということで、これね、スライダーがスラーブのような動きするので、そこだけね、皆さん使われるときお気をつけくださいということですね。で、中継ぎの適性も一応 F ついてると。で、ツーシームが B なんですけど、ちょっとね、ランク戦で使った感じだとワンチャン A あるかっていうね、ような動き方をしてました。で、カットボールと、あとナックルカーブですね。これめっちゃ強ない？普通に。いや、めっちゃ強いね。これでシンキングとか普通のシンキングファーストとか入れてきたらもうマジでぶっ壊れやったけど、そこまではちょっとやらんかったかなっていう感じかな。うん。で、特殊能力がね、マジでやばいんですよ。キレ、伸び、回、これはね、もうこれだけでめちゃくちゃ強い。相手のミートをね、かなり下げ、これだけで16下げれんのかな。ちょっとわからんけど詳しい人のやつ見てほしい。で、プラスね、エースの風格、これがね、初実装されたのが、まあ、ダルさんということなのか、もうダルさんのためだけの特殊能力なのか、今後山本由伸投手がね、ついていくのかっていうところは本当にちょっとわかんないんですけども、まあ、先発陣のね、この相手の能力を下げるっていうところは、まあ、これね、ミート昇段、パワー昇段、ここはまあ普通だと思うんですよ。5回以降に調子が上がってくる。これめちゃくちゃやばくないですか。まずね、ミートパワー中段に変わります。で、各種投手能力アップってことは、これ要するにタイピンチのエースの風格バージョンみたいな、そういうことですね。それが発動率が 50% になってます。で、これがそのプラス変化量プラス1なのかプラス2なのかっていうところにちょっと使っていかないと分かんないのかなっていうところもございますので、ちょっとほんまにね、めちゃくちゃ楽しみやわこれ。うん、ということで早速ちょっと使ってランク戦やっていきたいと思い、相手の方5割くぶ3輪ですね。いや、よかった。変なの来てね、これ朝取ろうと思ってね、変なの来てボツなったらもうこれ明日とがらされへんでと思って、2時に回して2時半に回して、よかった。これもうパクチソン来たもん。相手の方もこんだけ上手い人やったら、ちょっとダルビッシュ投手見れて嬉しいんちゃう。もう漏らしてんで、相手の人多分、うわー侍ダルやーって漏らしてると思うわこれ。投げ方めっちゃかっこよないですか今の。いくで、ほらめっちゃ似てるわこれ。打つかなこれ、頼む打ち損じてくれ。よし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 、あれ見逃してごらん、ね、結構苦手なパターン説あるからね。もう一球いってみる。あんまちょっとね好きではないはず。無理なんよ5割くぶ3輪は。ちょっと待って、何放っていいか分からんわ。まあ、安定にね、ちょっとダルさんのね、このツーシームでインコースえぐっていく投げ方でいこうか、もう。その、これでいこうか。ちょっとね、もう、無理やわ。いや、スプリットないの痛いな、この攻め方するにしてもな。まあ、一球入れといてね。いや、これ、ホール球あれへんで。ここでし、これやね。よし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 、エースの風格来ました。だから1回やからね、2回に出らん意味ないもんね。さあまず1球目、ちょっとしんどいな。5割くぶ3輪ともなるとしんどいな。よし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 、いくぞ。抑えれてるよ、やっぱ初見やろね、初見やっていうのはあるわ。そらこれどっちだ、落ちるかな。いやー落ちるには落ちてるっていう感じか。ここビタビタ、まっすぐベスミナイス。いいよいいよ、もう一球ビタビタで、よーし、じゃあ一球外そうか。頼む振ってくれ振ってくれ振ってくれ、振った方がいいよ際どい球は。
打つやろうな、反応で。いやー、でもね、タイミングは抜けてたな。タイミングはいい具合に抜けとったわ、今。ギータのこれ、これめっちゃかっこいいね。まあ、1球外すはちょっとな。あ、ツーシームに見えるかね、ちょっとやっぱシンキングとツーシームの投げ分けやとね。よし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 、うわ、いけるぞマジで。エースの風格出していくで、出たぜ。ちょっと1球外してみますか。いかほどに曲がるのかね。まあプラス1やな。うん、プラス1って感じやな。お、浅村選手打ち方変わってんな。ツーシーム行ってみようか。1球どんくらい曲がんねやろ。何今の。こっからでもボールなんぞこれ。エッグ、はい、いいよ。あ、この人ね、ツーシームとシンキングあんま分かってない説ある。完璧、絶対詰まる。いや悪くないねんけどね。エースの風格は出てる。風格は出てるよ。風格は出てる。もうね、でも5割キューブの人ここまで苦しめてるからね。別にあのカバーなんかダルさん強いって言いたくて言ってるわけじゃなく、普通にこれ通用してるからね。今丸も打ち方変わってるわ。ここだ。いやそれはあかんわ、落ちてくれやな。チャンネル登録よろしくお願いします。ほら下げなさい頭。はい、お願いします。はい、ということで2試合目やっていきましょう。また5割きたわ、もうほんま勘弁で。てかまた韓国人やん。え、ダルさん韓国人ちょっと呼び寄せすぎちゃう。チョンテセちゃうわ。え、だっけ、あのペヨンジュンちゃうわ。あのサッカーの、サッカーの人からのグク来たわ今。ちょっとどうやろね、どのくらい通用するやろ。5割4分やで。5割4分。初球の入ってるね。やっぱスプリットないのはね、やっぱしんどい。もうそれはね、包み隠さず言うわ。しんどい。普通にスプリットないのは。このシンキングスプリットでどのくらい代用していけるかやけど、まあ回転はね、やっぱ違うからね。いや、逃げのピッチングなんや、それは。よしよし。これはいいボールやろ。な、ちょっとコントロール良くないの？これ落ちるかどうか、俺もわからん。おぉ、シンキングスプリットがシンプルに強いね。そしてエースの風格。まあこれはね、1球ボール球いって、ミート落ちしてくるか、5割4分の人とかやったら。ちょっとさっきからね、さっきの試合もそうなんやけど、なんかちょっといけそうな風味はあるよね。1球だけね、ちょっと見せとこか。うん、見せるだけね。うん。で、この辺にカットボールとかちょっとマジでさ、打ち損してくれへん。ほら、来てるわ、マジで。やっぱり、ね、初見っていうのもあるよ。モーションとかね、球種もいまいち、あれ、あ、まあ、分かってるつもりやけどみたいな、あのモーションから放たれるこの球種はどんな感じやったっけみたいなね。そしてうお、えぐ、削り方えぐ。これサムネやわ、今のサムネ。いきゃミート20でいけずったから。頼む、耐えてくれ。よし、めっ、5割4分やで、相手。5割4分やで。もう一回言うわ、5割4分やで。ミート6、吉田正尚のミートが65やで。やば。ただね、その次、ボール球がないんよね。うん、いいよ。で1球、もう1球、頼む。いやー、遅れてるもんね。ミートの削り方、エッグ。ここに高速スライダーあったらなおよしなんやけどな。いいところ。いやー、ビッタビタ。ここからボールなるもんね。あー、エグー曲がり方。
いやー手出らんやん、こんなピンチでもないのに強なってんねんで。いやもう打たれてもいいわ、打たれてもいいと言えるくらいには強い、マジで。ちょっとワンパターンすぎるか。いやそれでも強い、5割4分やで、やっばっ。じゃあ風格出していくミート54、えぐ。